はい、毎度お疲れ様です。渡辺です。今日はですね、こちらのボードゲームですね、ディビナーレというボードゲームの完全の遊び方ですね、インストルール説明をしていきたいなと思います。もうこのディビナーレもですね、僕かなり好きな、シンプルな推理とハッタリのボードゲームなので、ちょっとね、今入手困難なので、ぜひ見つけたらボードゲームカフェとかで遊んでもらいたいし、もうアートワークが本当に綺麗なボードゲームなので、ぜひ紹介していきたいなと思います。はい、ではね、まずざっくり概要からですね、今回4人で遊ぶ体でお話ししていきたいなと思います。プレイヤーはですね、設定としましては霊媒師という設定で遊んでいきます。で、霊媒師となりまして、このコンポーネントとしてね、カードが入っているんですね。こちらも綺麗でしょう。タロットカードの形をしているカードが入っています。で、大きくこの4種類のカードが入っています。紅茶占い、水晶占い、星座占い、星占いですね。で、あと手相占いを示した4種類のカードがあって、これらのカードを、まあ、自分の場になったら、こう自分の手札から場に出していくんですよ。で、最終的にこう出していって、例えば手相カードが最終的に何枚出されるか、紅茶占いのカードが最終的に何枚出されるかっていうのを予想していくボードゲームなんですね。そして、まあ、ゲーム終了時に、ラウンドの終了時に、まあ、より、近い枚数を推理できていたら勝ちっていうか、まあ、より高得点が入ってくるボードゲームになっております。まあ、予想とハッタリ要素もあるんですね。というのも、基本的にはまあ推理になってくるんですけれども、確率とかを考えていくんですけれども、まあ、カードを出していくことによって、例えば自分がこの手相占いのカード全く持ってなかったとして、6枚とか予想したりすることができちゃうんですよね。そしたら、あいつ手相占いのカードそんなに持ってんの？みたいな、こう、ハッタリをブラフをかけたりすることもできるので、まあ、推理とハッタリの絶妙なバランスがめちゃめちゃ面白いボードゲームになっております。はい、それではですね、次は準備、セットアップと内容物、コンポーネントを見ていきたいなと思うんですけれども、このカードがですね、4種類あるっていうお話はしましたよね。で、このカードの内訳なんですが、上に書いてるんですね。例えば、この手相占いのカードであれば、6枚あります。そして、こちらの水晶占いだと8枚あるっていうことですね。ローマ数字で全部書いてますよね。で、紅茶占いのカードは10枚あります。そして、星座占いのカードは12枚あるということで、これが一番多いということになりますね。で、全部で36枚。あるということになります。で、まずこれら36枚のカードをよくシャッフルして4人で遊ぶので、各プレイヤーに6枚ずつ配ってください。はい。で、こんな感じで、まあ、6枚ずつ各プレイヤーに配ると12枚余るので、この12枚は誰も見ずに一旦端に避けておいてください。誰も見てはいけません。そして配られた手札も自分しか見えないように持ってください。で、次にですね、プレイヤーはどの霊媒師になるかっていうのを選ぶことができます。まあ、これね、人の絵柄が書いてますが、別に特殊能力とかはないです。まあ、言ったらですね、プレイヤーカラーを表していますね。はい、まあ、どれでもいいのでね、もう、好みのものを選んでください。一人一枚取りましょう。はい。で、この選んだカードは、自分がですね、この色を表している、このプレイヤーを表しているっていうのがわかるように、全員手元に置いておいてください。見えるようにね。して、この、4種類の占いのボードが入ってるんですよ。手相占い、水晶占い、紅茶占い、星座占い。で、これはもう全員の共通のものなので、こんな風に真ん中にボン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 と置いておいてください。で、次にですね、こういったトークンが入っております。これは各プレイヤーのトークンを表しているんですね。例えばこのプレイヤーだったらば、これですね。はい。で、このトークンが各色4つずつ入っておりますので、この4種類を1セットにして、例えば手相占いだったら、ここですね、この中央のエリアに置いておいてください。周りに数字があるんですけども、一旦そこには置かずに、4種類1セットで中央に置いておく。4種類1セットで、こんな風に中央に置いておくって感じですね。で、他のところも同様にやってください。はい。っていう感じですね。はい。まあ、このボード何かっていうと、このボードを使って、で、例えば紅茶占いのカードが何枚あるかっていうのを各プレイヤーはかけていくためのボードになっておりますね。はい。で、あとね、こんな勝利点トークンが入っております。3点、青色の3点のものと、黄色の1点のものと、
赤色のマイナス1点のものになりますね。まあ赤色は受け取りたくないぞということで、まあこの3種類の勝利点トークンがですね、まあたくさん入っておるので、まあこれはボードの端に一旦避けておいてください。まあこれをね、より多く集めていくことが目的のゲームになってますね。で、最後に、こういうアクションカードっていうのが入ってるんですけれども、これは使う人数によって変わってきます。今回は、1、2、3、4人で遊ぶので、こちらのカードを使ってくださいと。で、このアクションカードは別に特別に効果を表すものではなくて、スタートプレイヤーを純粋に表すためのもので、まあちょっとサマリーみたいになってるんですけれども、スタートプレイヤーが手元に置いておいてください。私スタートプレイヤーですせということで、じゃあ今回ね、こちらのプレイヤーをスタートプレイヤーにして、このように置いておけば、セットアップ完了です。はい。ではね、ゲームの流れなんですけれども、このゲーム、まあ、今回4人でやるので4ラウンド行うんですよ。はい。で、各ラウンドですね、全部で6ターンがあります。6ターンやれば、まあ、1周が1ターンですね。6ターンやったら1ラウンド終了です。そして、次のラウンドになって、スタートプレイヤーが左隣の人になって、で、また6ターンやって、スタートプレイヤー移って、6ターンやってスタートプレイヤー移って、で、4ラウンドやった時点で、最も、点数が多かった人が勝ちという流れになっております。で、これなんで各ラウンドが6ターンになっているかっていうと、それはですね、各自手札が最初6枚入っているからですね。つまり自分の番になったら手札をですね、1枚出していかないといけないんですよね。パスというのはこのゲームにはないので、1枚出して1ターン終了みたいな感じで、6枚あるから6ターンということになっております。じゃあ、早速ね、スタートプレイヤーからカードを出していこうかなっていうところなんですけれども、このゲームの面白いところがですね、ゲーム準備時というかスタート時からいきなり入ってきます。はい。それは何かというと、ドラフトです。皆さん大好き。まあ、ドラフトというのはゲーム慣れてない方もいるかなと思うんですけれども、まあ、自分の手札を右隣の人に渡していく。つまり全員と、反時計回りに渡していくっていうのをまあ、ドラフトとか読んだりするんですけども、自分の手札から選んで隣に回すっていうのをドラフトって読んだりしております。で、そのドラフトのをやるタイミングなんですけれども、このアクションカードに書いてますね。最初全員6枚持ってますよね。6枚持ってるときは、3枚選んで右隣の人に渡せや。っていう風になってるんですね。そして、2ターン終了すると全員が手札4枚になってますよね。そしたらそのタイミングで今度は2枚を右隣の人に渡せや。はい。そしてまた2ターン終了して、そしたら最後全員残り2枚に手札になってるはずです。したら、2枚のうちの1枚を右隣の人に渡せや。そして、また2ターン経って、全員がカードを出し切ったら、1ラウンド終了で得点計算が入るっていう流れになっております。はい。つまり、これをね、特別に効果とかはないんですけれども、これをスタートプレイヤーが持っている理由としては、スタートプレイヤーのタイミング、スタートプレイヤーに回ってきた時に、今全員手札がちゃんと何枚ずつになってるかなっていうのを確認するために、まあ、スタートプレイヤーがこのカードを持っているっていうことになっております。はい。なので、まあ、ゲーム開始にね、最初まず全員6枚持ってるので、3枚ずつドラフトしましょうよと。この3枚はもう本当に自由に選んでいただいていいです。まあ、ちょっとね、今回、ルール説明なので適当に説明しますが、もうこっから、実は戦略がめちゃめちゃ始まってくるゲームなので、慎重に選んでください。まあ、適当に3枚選んで、まあ、右隣の人のね、この間ぐらいに、ね、置いておきましょうかいなと。はい。そして、まあ、このプレイヤーも3枚選んで、この人に渡すっていうので、この人も3枚、こっちから、のプレイヤーから回ってきますよね。このように3枚回ってきます。はい。で、ここで、まあ、ドラフトで、まあ、慣れてる人は大丈夫だと思うんですけども、当然ですけれども、この、先に回ってきて、見てから、回ってきたのを見てから3枚渡す、相手に渡すっていうのはなしですから、見る前に3枚選んでくださいね。じゃないとドラフトの面白さがなくなっちゃうので、回ってきたのを見る前に、先に3枚選んで伏せて待機しておくっていう感じですね。で、全員が左隣の人から3枚受け取って、6枚になったら、はい、ワンターン目が開始するという流れですね。はい、ではね、ワンターン目やっていきましょう。もうゲームの自分の手番の選択肢は1個しかないです。カードを出すっていうだけです。で、どのカードを出していただいても大丈夫です。1枚だけ出せます。
では手番の流れちょっと見ていきたいんですが、時計回りに進んでいきますね。ではこの人がスタートプレイヤーなので、まあカードを出しましょう。で予想していかないといけないんですね。まあシンプルに今これ3枚ありますよね、手相カードが。で全部でこれ全員の中で6枚あるんですよ。はい、のうちの3枚持ってますが、注意なのが準備時の時に12枚取り除いてますよね。もしかしたらその12枚の中に3枚が入ってるかもしれないんですよ。あくまで予想しないといけない数字は全員の手札の中で何枚あるかです。取り除かれた12枚はカウントしないので、もしかしたらもうこの3手相カードはこの僕が持っている3枚しかない可能性もあるんですよね。このあたりがちょっとね、確率とか推理をしていかないのといけないので、まあめちゃめちゃ面白いところなんですけれども、ではまあカードを出してみましょうかいなと。どれでもいいです。これをじゃあ手相カードを出しました。はい、そしたらまあわかりやすいようにこの手相ボードの横に置いておいてください。はい、そしたら1枚出ましたよっていうのがわかりますよね。で次また手相カードが出されたら、こうやって枚数分かるように重ねてちょっとずらして置いていってください。で出したら今度ですね、このプレイヤーは出したらこの人のトークン、これですよね、何枚あるかなっていうのを予想しないといけないんですよ。ここにずらせば1枚か2枚、はい、ここに出せば3枚、ここにずらせば4枚、ここにずらせば5枚、ここにずらせばマックスの6枚あるんじゃねえかっていうことをかけたことになるんですね。どうしよう。で、ここはもう自分の手札と相談するしかないですよね。今3枚ありますよね。ってことは、もうちょっと手相のカードあるよな、っていうのも判断材料としてもなってくるんですよ。プラス、さっきドラフトする前に持ってた自分の手札とかも判断材料ですよね。なので、まあ、一旦じゃあ、そうね、4枚ぐらいあるんじゃないかな、っていうふうに、このようにかけたら、はい、手番終了となります。そして時計回りに次この人がプレイヤーになっていくってことですね。はい、じゃあね、次この人の番になったとしましょう。今この人の手札を見てますよ。はい、してなるほどと、手相4枚もあるの、俺1枚しか持ってないけどもみたいな感じになってくるわけですよね。ちょっとわからんな、ってことはこいつ4枚っていう感じで強気で攻めたから、意外と手相のカードあるんかなみたいな感じにもなってくるわけですよ。でもこいつがブラフの可能性もあるわけですよね。まあちょっと出してみましょうかいなということで、じゃあ手相のカードを出しました。はい、でここ大丈夫と思うんですけども、かけられるこのトークンを移動させるのは今出したカードの種類のところボードしか移動させられないですからね。こっち、例えば今この手相カード出してこっちを移動させるとかっていうのはなしですからね。手相で出したら手相のところを動かします。はい、じゃあ手相を出しました。はい、そしたらこの人、このオレンジ色のトークンなのでこれですよね。何枚あるんやろう、俺も4枚ぐらいな感じするけどなって思うじゃないですか。でも残念なんです、ここの1個の枠あるじゃないですか。ここの枠にはもう1人しか枠がないんですよ。だから誰か置いてったらもう置けないです、現時点では。残念、4置けないんです。だから置けるのはこの残り余っているところっていうことになりますよね。でもあいつ4で出してたから意外と5枚ぐらいあるんちゃうかなって思って、じゃあ手番終了となりました。そして時計回りに次この人になってくるわけですね。はい、でこんな感じでまあ1人1枚ずつ出すとまたこの人の手番に戻っていきます。今まだ手札5枚の状態なので、はい、ドラフトはまだ行いませんね。4枚になった時にまたドラフトが発生します。で本当にまたカードなんでもいいんですけども、じゃあ例えば手相のカードまた出してみましょうかいなと。はい、3枚目の手相が出されたわけですよね。してまたこれ自分のを動かします、っていうか動かさないといけないんです。はい、ここがこのゲームの面白いところで、4枚目だと思って、もう4枚でとどめときたいなって思っても、手相を出したら、今あるところから絶対的に動かさないといけないんですよ。このゲーム、ここの縛りがなかなかにシビアで、めちゃめちゃ面白いんですよね。だからちょっと推理とハッタリの要素もあるんですけども、
なんていうかな、ちょっとパズルチックに、あと何枚出さない、出すんやったら何枚出さなあかんから、ってことは、一旦動かして動かしてってことですれば4のところに留めておけるな、みたいなことも考えていかないといけないんですよね。でも面白いのが4のところに他の人が置かれちゃってたら、もうまた4のところに戻ってくることはできないんですよね。はい。で、まあ、4に置いてたので、今出したらまた動かさないといけない。当然、動かせるのは、ここか、ここか、ここなんですけれども、ここね、誰か置いてるから。プラスでもう一個動かせるところがあるんです。それはどこかっていうと、ここ、中央のところに戻すっていうのもできるようになります。中央のところは、ここの枠とは別で、はい、複数の人間のトークンが置かれていても大丈夫です。中央のところは。だから今このプレイヤーができるのは戻すか、もしくは他のところに移動させるかですね。で、ここ悩ましいですよね。うわ、こいつ5枚って言ったから意外とある、いやもう6とかで言っとくかみたいな、ちょっとね、踊らせ方も、できたりするっていう感じですね。で、またカードを時計回りに出していくって感じです。はい。で、ずーっと回ってきたら、手札が4枚に、スタートプレイヤーに戻ってきた時に全員手札が4枚になってるので、はい、今度4枚になってたので、2枚ドラフトしなはれやっていうことですね。はい。そして全員がドラフトして、また4枚になったら、1枚ずつ出していって、で、カード出してって、で、また、全員が2枚になったら、1枚ドラフトして、そして全員が、手札出し切るまでやります。はい。6周やるっていうことですね。はい。で、ぐーっと回って、全員が6枚のカードを出し切った。つまり、バーにはこのように並んでいって、24枚のカードが並べられたら、ワンラウンド終了で得点計算に入っていきます。はい。それではね、得点計算なんですけれども、得点計算はこのボードごとにやっていきますね。ではまず手相からやっていきたいんですけれども、さあ手相占いのカード最終的に何枚あったか、それは答えとしてはここですね。1,2,3,4,5,6、 つまり6枚すべて手相カードは全員手札に存在していたということが、まあ最終結果として分かってくるわけですね。で、一人ごとにね見ていくんですけれども、はい、見てみましょう。6枚で、ピタリで当てていたのは、こちらのプレイヤーです。はい。すごいです。ピタリ6枚当てることができていました。ということなので、ピタリ賞ということで、こちらの青いトークンですね。3点が、このプレイヤーはもらえます。はい。こんな感じですね。はい。で、さらに、このプレイヤーですね。追加で得点がもらえて、この6の横に赤い丸ついてるのわかりますか？もしくはこの1と2のところにも赤い丸がついていますよね。これは何かっていうと、まあ、この手相のカードって6で書けるのって結構勇気いりますよね。マックスあるかもしれないっていうの結構勇気いります。もしくはめっちゃ少ない1か2かで書けるのも勇気いるかなと思います。はい。で、その、まあ、めっちゃ少ないかめっちゃ多いかで書けていたら、この赤丸がついているところで書けていたら、で、かつ当たっていれば、追加で黄色の1点が入ります。赤丸がついているところは。なのでこのプレイヤーはピタリ賞で3点。この赤丸がついているのでプラスでこの黄色の1点をもらうことができちゃうということになっております。はい。で、今ね、このプレイヤーの得点計算終わって、次このプレイヤーですね。このプレイヤーニアピンです。惜しいです。1個隣で当てました。6かもしれないなと思ったけど、5で当ててたので、惜しいということで、ニアピン賞ということで、はい、3点じゃなくて、黄色の1点だけもらうことができますね。はい。で、今回赤丸とかもないので、それだけです。はい。ではね、次、このプレイヤーです。このプレイヤーはですね、もうニアピンとかじゃないですよね。もう2つずれちゃってるので。もうこれは間違いなので、純粋に、はい。間違ってるよということで、マイナス1点のトークを1枚もらっちゃいます。はい。そして気になるのは、ここのプレイヤーですね。最終的に中央に戻していたプレイヤーですね。中央に置いていたプレイヤーは、このプレイヤーはですね、中央に置いていたプレイヤーは、何のトークンも得ません。プラスの得点もマイナスのトークンも何のトークンも得ません。はい。まあ、いわゆる救済措置みたいな感じですね。逆に言うと、このゲーム全部見てもらうと、0枚っていう書け方がないんですよね。0の数字ってないので、もし逆に、あ、この
カード、手相のカード0枚だなとか思ったりとかしたら、ここに戻しておくのが安牌かなと思います。そしたらプラスもマイナスもないので、食らうこともないので、はい。真ん中に置いていた人たちは0になっております。はい。まあね、こんな感じで同様にすべてのボードで得点計算をやってトークンを得ていきます。で、もうちょっとだけちょっと例として見ていきたいのが、ちょっとこの星占いのところ見ていきましょうか。本当に得点の計算の仕方はすべてのボードで全く一緒なんですけれども、例えば、この星占いのカード、まあ、マックスで12枚あるカードですよね。で、最終的に何枚出たかっていうと、1、2、3、4、5、6枚ありましたと。はい。で、6枚なので、はい、これですね。ここが6ですね。はい。で、6にかけていたのはこちらのプレイヤーなので、ピタリ賞ということで3点入ります。で、プラス、この赤丸がついているので、黄色のトークンが1つ入って、合計4点がこのプレイヤーに、この星座占いからは入ってくるということですね。はい。で、次ですね。こちらのプレイヤーは、ニアピン賞なので、黄色トークンが1点入りますよね。で、さらに、こちらのプレイヤーです。このプレイヤーちょっとわかりにくいんですが、4と5のところにかけていたということですね。はい、4と5のところなので、ニアピン賞です。ニアピン賞ということで、まず、黄色のトークンが1点分入りますよね。で、さらに、このゲームよく見てもらうと、はい、これ赤丸が二重丸になっているのわかりますかね。こっちは、普通の丸です。一重丸です。はい。この普通の丸をシングルボーナスと呼んでおります。こっちをダブルボーナスと呼んでおります。はい。このシングルボーナスのところでピタリかもしくはニアピンをした場合は追加で入るのは黄色の1点だけです。はい。だがしかし、こっちのダブルボーナスのところでピタリかニアピンをかけていれば追加で入るのは黄色のトークンが2枚、つまり2点ダブルということで入ってくるっていうことです。はい。つまり、このプレイヤーが今回入るのは、ニアピン賞で1点で、ここにかけていたということでダブルなので、はい、追加で2点なので合計3点が入ってくるということですね。で、このゲーム面白いのが逆もしかりです。で、このプレイヤーもバチバチに外してますよね。はい、11と12のところにかけてました。まず外しているということで赤色のマイナス1点のトーク1枚もらっちゃいます。で、さらに、ダブルがついているので、赤いやつを2枚もらわないといけないんです、追加で。つまり今回このプレイヤーが食らっちゃうのは赤がマイナス3枚もらっちゃうということになっております。はい。このシングルボーナスとダブルボーナスは外した時も逆に発動するので、そこを覚えておいてください。はい。ってな感じで、まあ4つ得点計算やったら、次2ラウンド目の準備なんですけれども、このアクションカード、スタートプレイヤーのカードを左隣の人に回してくださいと。で、このトークンたちはすべて中央にまた戻していってくださいね、ということになっておりますと。で、出していたカードと取り除いていた12枚はすべて、はい、一色単にします。これで36枚ありますので、この36枚をもう一回すべてシャッフルし直して、全員に6枚ずつ配って、残った12枚を端に置いて、2ラウンド目が開始されるという流れですね。当然このトークン、勝利点トークンは4ラウンドずっと引き継ぎなので、これは手元に残しておいてください。これはもう一旦獲得すると奪われることはありませんので、安心してください。はい。ってな感じで、まあ同様にですね、全員がスタートプレイヤーを1回ずつやって、4ラウンドやって、ゲームが終了して、最終的にトークンを数えて、マイナスではマイナスしてくださいね。で、一番得点が多かった人が勝ち、というゲームになっております。で、このゲームちょっと同点処理は書いてないので、ちょっとそこは割愛させていただきたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうかね。こちら、ディビナーレというボードゲームの遊び方だったんですけれども、もしかしたら、知っている人は知ってるかもしれないんですけど、ライナークリッツェアのゲームでメンバーズオンリーっていうゲームがあるんですね。それも、まあ、カードが何枚出されるかっていうのを、まあ、かけていくゲームになっているんですけれども、僕ね、メンバーズオンリーもめちゃめちゃ好きやし、こっちのディビダーレもめっちゃ好きなんですよね。もう本当になんていうかな、気分と好みによって変わってくるっていう感じなんですけれども、まあ、強いて使い分けるとするならば、メンバーズオンリーはね、ある程度人数が4人以上いないとちょっと面白くないかなと思うんですよね。あれ確か5人までできるゲームだと思うんですけども。一方で、このディビナーレは、このね、
二人でも十分めちゃめちゃ面白いんですよ。とか、あとアートワークとかの面ではこっちのディビナーレの方が、うん、女性受けとかも結構いいので、もうメンバーズオンリーもめっちゃ秀逸なゲームです。一方ディビナーレもめっちゃいいゲームなので、本当にもう好みによって両方ぜひ遊んでほしいなと思いますね。うん。もう、アートワークたまらんでしょう。やっぱり、なんやろう。そのテーマに沿った霊媒師っていうことなので、一応まあ占い師っていう設定ですよね。なので、その占いのカード、タロットカードを模しているっていうのは本当にもう見事なデザインだと思うし、やっぱりアートワークがいいゲームってこう気持ち上がりますよね。もう梅雨時やっぱこういうアートワークいいゲームで皆さん遊んでいきましょうよ、ほんまにね。あの、ボードゲームカフェでぜひ見つけてみてください。めちゃめちゃ面白いので、本当カップルとかね、ボードゲームカフェで行ってぜひ遊んでほしいゲームですね。ただ、絶対女性受け。いいかなと思いますので、ぜひ見つけてみてください。さあ、こんな感じでね、まあこのチャンネルではいろんなボードゲームの遊び方、ゆるゆるとふわふわと完全でインストしてますので、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回も遊びに来てください。以上、渡辺でした。ほなー。